び希望ウィークリーニュース、山下ゆりえがお伝えします。古川聡宇宙飛行士が搭乗したソユーズ TMA-02M 宇宙船は打ち上げから2日後の6月10日無事 ISS 国際宇宙ステーションにドッキングしました。いよいよ始まった古川宇宙飛行士の長期滞在ミッション、宇宙からどんな情報を私たちに伝えてくれるのでしょうか。今回はあの感動をもう一度、打ち上げから現在までの様子をダイジェストでお伝えします。6月8日午前2時15分、古川宇宙飛行士ら 27S クルーは宇宙服のフィットチェックなどを終え、射点への移動を開始しました。2時42分、射点に到着後ソユーズ宇宙船に搭乗を開始。午前5時12分、古川宇宙飛行士らクルーを乗せたソユーズ宇宙船がカザフスタン共和国のバイコヌール宇宙基地から打ち上げられました。102tons of thrust from the four boosters and single engine. First stage of the Soyuz measures 68 feet by 28 feet in diameter. It's burning liquid fuel for the first 2 minutes and 6 seconds of flight. 飛行中、古川宇宙飛行士はソユーズ宇宙船のフライトエンジニアとして船長であるセルゲイ・ボルコフ宇宙飛行士をサポート。1 minute into the launch of Soyuz 27 to the International Space Station, all systems go. Launch からおよそ10分後、ソユーズ宇宙船はソユーズロケットから分離。その後、太陽電子パドル、通信アンテナを展開しました。古川宇宙飛行士ら 27S クルー3名が搭乗したロシアのソユーズ宇宙船。ソユーズ宇宙船は軌道モジュール、機関モジュール、機器推進モジュールの3区画があり、クルーが搭乗するのは機関モジュールです。そしてこちらがその機関モジュールの実物大の模型です。中はとってもシンプルで思った以上に小さいんですね。この中に3名のクルーが搭乗し ISS を目指すんです。それでは続きをご覧ください。飛行3日目、順調に飛行を続けたソユーズ宇宙船は ISS に接近。ドッキングに向けて自動ランデブーを開始しました。
6月10日午前6時18分、古川宇宙飛行士らクルーが搭乗するソユーズ宇宙船が ISS へドッキング。その後ハッチの機密点検などを実施。午前9時34分、ソユーズ宇宙船と ISS 間のハッチがオープン。ハッチが開かれた時点で古川宇宙飛行士ら3人のクルーは第28次第29次長期滞在クルーとして ISS 滞在が始まりました。入室後、ISS コマンダーのアンドレイ・ボリシェンコ宇宙飛行士から ISS の安全性や装置の説明などを受けました。また、ISS での作業に慣れるためにクルー全員でのオリエンテーションを実施しました。宇宙飛行士を目指して12年、いよいよ ISS 長期滞在を開始した古川宇宙飛行士、笑顔がとっても印象的でしたね。これからおよそ5ヶ月半の間、宇宙での活躍が楽しみです。6月14日には古川宇宙飛行士の長期滞在開始後初めてとなる実験が行われました。微小重力環境を利用した二次元ナノテンプレートの作成。この実験は宇宙の微小重力環境を利用して板状のプレートの上に物質を並べてナノレベルの凹凸を作る実験です。軌道上の希望日本実験棟で古川宇宙飛行士が作業を実施します。地上の筑波宇宙センターユーザー運用エリアでは実験の担当者らが作業状況を確認。プラスチック容器に入ったナノレベルの物質と板状のプレートを混合。その後、冷凍冷蔵庫メルフィーに保管しました。実験結果は半導体製造などに応用され、電子機器の技術革新に貢献することが期待されています。実験サンプルは最後のシャトルフライトとなる STS-135 ミッションで地上に回収される予定です。また宇宙環境下で宇宙放射線が宇宙飛行士や生物資料にどの程度影響を与えているのかを調べる受動積算型宇宙放射線線量計パドレスを設置する作業も行われました。古川宇宙飛行士の長期滞在ミッション、皆さんもぜひ応援してください。 JAXA では古川宇宙飛行士への応援メッセージを募集しています。皆様からのたくさんのメッセージお待ちしています。スペースナビ希望ウィークリーニュース、山下ゆりえがお伝えしました。